私たちは世界一周旅行中の夫婦で、現在はフランスのパリに来ています。はい。で、今日はどこ行くんだっけ？パリディズニーランド。見て、あそこにミッキーマウスついてる。ね、かわいい。ということで、ディズニーランドパリに行ってきます。ね、もう耳つけてるよ、みんな。フランスの人は耳つけるんだね。ね。ということで、駅ついてるんで行きましょうか。おお。もうね、パリ自体が夢の国なのに、うん、ね、その中で夢の国に、さらにその中の夢の国ということで、はい、ということで、はい、こちらです。もうすぐだね。あ、寒っ。本当に寒いね。あ、入れるんじゃない？もう入れる感じない？うん、あるかも。あるかも。何分今？で、今は24分。5分前だけど入れちゃうみたいね。お待ち。ちょっと気づいたんだけど、もうフランスでディズニーランド来てる人はガチ勢が多い。ね、もう装備がね、みんなね。あの、そうなの。最初から耳つけてる人多いね。そう、電車の中から耳つけてる人とかもいるんだけど、耳だけじゃなくて全身装備とか、あとなんかバッグがトイストーリーのやつとか、バッグね、みんな持ってるのよ、結構ね。なんかね、ここにティンカーベル乗ってたりとか、はい、だいぶ強い。まあ、安いですからね、料金がね。あ、そう、入場料が、まあ、東京ディズニーランドと変わんないんだけど、多分値段的には。でも物価が日本より高いから相対的に安いね。一、うん、回ご飯食べに行くよりも、うん、ディズニーランド来た方が安上がりだもんね。うん、そうなんだよね。そう、なんかあのインドのさ、ピンクパレスみたいだよね。じゃない？ちょっと似てる、確かに。あの、ハワマハル。ということで、入場です。入場です。今から QR コードをピッてやります。片手にバケット持ちながら入るんですか？朝ごはんだから。朝ごはんだから、飲食物持ち込み OK だから。そうですか。入場。入場。行こう。右側かな。せーの。あ、まあいいかな。いないじゃん、ミッキー的な人たち。あ、いないよ。ディズニーランドでも多分最初いないと思う。しかも入り口着いた瞬間工事中なの。ここない。あ、ほら、あの、東京はシンデレラじゃん。うん、シンデレラ城。うん、ここは眠れる森の美女城。なるほど。だから色がちょっと違う。でも、オルっぽいよ、ディズニー。え、ミッキーが？あ、ミッキーだ。ちょっとテンション上がるじゃん、これ。かわいい。かわいい。食べてるの、バカにされてるね。バカにはされてない。行こうか。よかった。思ってたからね。思ってたから反応してもらえたね。よかったね、パン食ってるのね。美味しそうだねって言われたよ。ミッキーの動き方さ、完璧だね、ミッキーって。完璧だね。やっぱり。やっぱ一緒なんだな。完璧。完璧だな、ミッキーってやっぱり。すげえ悩んでるよ、もうなんかいろいろと。今日が10月の
16で、うん、なんかよくわからんけど100周年らしいんですよ、ウォルトディズニー系のね、うん、でなんかやるらしいわ、うん、でみんなこんな来たって、なんか日付悪かったね、悪かったのがいいのか、いや当たりでしょ、でもこんな混む日だよ今日、まあいいんじゃないか、いいか、そういう感じでした。100周年パレード。さて、勢ぞろいだった。本番に行きましょうか、本番に。もう手が寒っ。行こう。ひとまずスターウォーズ。来ました。なんかパレードが終わった後に来ても10分待ちらしいから、やっぱ日本よりは全然混まないかもね。ね。フランス語だから何とか全然わからんね、何言いたいかわからんけど、持ち犬をしてることはわかった、この色だったら。なるほど、これ東京ディズニーランドもこれさ、外国人来たらわからんのだね、やっぱりわからんだろうね、日本語しかないし、あれってさ、シートベルトしてくださいとかの説明はさすがに英語あるよね、きっと多分。でもないときついよね。でもさ、そう思うとテーマパークってさ、こういうある程度市場規模がでかい場所なんだ、作れんね、うん、そうだね、ねえ、言語が問題するもんね、うん、なるほどね、基本はやっぱ変わんないね、同じ感じだね、日本だと、うん、うん、ただやっぱね、言語の壁がちょっと厚すぎやっぱフランスはあの、元々知ってる作品じゃないとちょっときついだろうね、うん、あのディズニーは東京かアメリカだわやっぱり、まあね、アメリカだったら英語だもんな、なんかね、響きがね、パリってだけでね、うん、ね、なかなか入ってきちゃダメかもそうなの、うん、じゃあちょっと小腹が空いたので少し軽くつまみたいと思います。休憩、ミッキーパン、ミッキーパン、クロワッサン、クロワッサンで、ホットチョコレート。僕はね、パリに来たらね、クロワッサンよ。じゃあ、いただきます。まずはそのまま、はい、パンだね、すごいパン。クロワッサンじゃないんだ。まあ、それはパリ内で食べるクロワッサンよりは美味しくないんだろうね、うん、まあ、普通に日本とかで食べるようなクロワッサン、じゃあこれをフランス流ディップ、パリっ子がよくやってるやつだ、いただきます。うん、おいしい、うん、でもやっぱさ、予想してたけどクロワッサンの食感は死ぬね。でも美味しい。まあそんなもんですよ、うん、ディズニーランド飯っていうのは。はい、これからパレードが始まると思います。あと10分ぐらいかなです。後ろが見える場所かな。
パレードも終わりましたんで、はい、行きましょう。はい、シンデレラ城？違う、これは眠れる森の美女城。本当の名前は？城の名前は分からん。でも眠れる森の美女の城。スリーピングビューティーってこと？そう、スリーピングビューティーキャスト。ということで、だいたい回りましたね。はい、もう結構ね、スペースマウンテン2周したりとかもできちゃって、かなり余裕がありました。うん、なかなか楽しかったです。楽しかった。でもちょっと年でね、あの回されるという酔いが来るから。そう、うん、あれだね。でもまあパリの街を優先した方がいいね。あ、まあね、ディズニーランドは東京ディズニーランドとそんなに内容変わんないし、あっちの方が多分大きいから。てか日本語だし、あっちの方が。まあ確かに、それ一番だね。だからまあ、うん、そんなに優先度は高くないかなって感じだね。はい、楽しかったけど。楽しかった、楽しかった、うん、ということで、はい、はい、ではでは。